こ,こにいるロキシーを2人目の妻として迎えようと思っているどどういうことだってそんな時に助けてくれたのがロキシーなんだごめんシルフィー約束守れなかったシルフィー許してほしい許せるわけないでしょ兄さんを待っていたか知ってて言ってるんですかそれになんでこんな小さい子なんですか小さいかもしれませんがこれでも成人です と入り込んできて悪いと思わないいですか悪いのは俺でロキシーは悪くない人は身を引こうとしてくれたんだそうですねずうしいです待って,ってロキシーさん待ってください正直ね僕は時間の問題だと思ってたんだほらルディってエッチでしょすみません不快なものを見せてしまってノルンちゃんはああ言ったけど 僕は歓迎します <laughs> 一緒にルディを支えていこうありがとうございます。